ドクターナバ。 YouTube チャンネルドクターナバの研究所の所長であり、主にマインクラフトの謎検証の紹介や不思議なシードなどの検証を行っている。道に迷うけど歩き出そう。どこまでも続く青い空の、そうしてでも僕らは生きている。どうもです。行儀が悪い、ナバドス。今日はですね、すごいですぞ。これ、天ぷらさんという研究員の方から、教えてもらったんですが、見てください。やばいですよね。なんと、コマンドなしでできるのです。はい。もちろん、やりますとも。めちゃくちゃ気になります。コマンドなしですもん。私でもできる。そう。私はコマンドが苦手ですからね。はい。チャネリングエンチャントをつけたトライデント。用意しましたぞ。ほらー。完璧なチャネラーです。装置はもう作りましたので、天候を雷雨に変更します。よし。イエス、チャネリングー。お、ゾンビだ。試しチャネしてみましょう。完璧。お、ファントム。よし、あっちもチャネってみます。よく狙ってー。よし、ナイスチャネ。あとはこのチャネを装置に打ち込めばいいんですな。まあ、装置というほどのものではないですけどねー。これだけですからな。めっちゃ簡単です。よしー。レッツ、じゃねー。おーおー。もう一回。うん。雷一回で終わりなんですかね。うん。もっと派手にいかないんですかねー。そうだ。もっとたくさん作ればいいんですな。ドクターナバの研究所。はい、行きますぞー。おーおー、なんか連続雷になったー。すごい。おーおー、こっちも。もう一回。なかなか難しいですな。
こっちはうまくいってるのにねー。あ、レッドストーンを間違えてる。石に繋げてますな。あははは、これじゃダメですよねー。ちゃんと飛来針に繋げないと。うん、まったくねえ。ダメですなー。雷が落ちて飛来針からピストンに信号が伝わって動くんですもんね。それがこの雷の連鎖を生むんですよね。うん、修正しましょう。こっち、ちゃんとピストンに繋げます。こっちもね。よし。うんうん。すごい。これがコマンドなしでできるなんて、やばいですな。悪魔のテクニックですな。あ、ふふ、楽しい、そしてかっこいい。はい、めちゃくちゃ簡単ですな。天ぷらさん、ありがとうございます。こんなかっこいい装置、なかなかないですぞ。まあ、ちょっと危険かもですけどねー。おいおいおい、なんでウィッチにならないのー。雷が当たってないのですかね。それとも、雷向こうの村人とか。謎ですなー。はい。なんか突然ウィッチになりました。うん、謎です。しかし、とにかくかっこいい。皆様もぜひ作ってみてくださいな。きっと気に入りますぞ。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。Twitter のフォローもしていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょうね。では。